先日久しぶりにビッグマックセットをおよそ2分ぐらいで食べましたら、翌日体重が2キロも増加していました。ヒムロックです。おっす。いやもう年いくとね、もう代謝が悪い。あんだけチャリンコこいでもう腹筋とか頑張ってやっても、もう一気に太る。まあその日はラーメンも食べたんですけどね。そんなわけで今日も今日とてディスクアップ実践というわけで早速行ってみたいと思います。ちなみに今日はですね、まあ、彼女も、まあ、北斗無双実践という形で、頑張っていきたいと思いますんで、ぜひそちらのチャンネルも合わせて、見ていただければ幸いです。それでは、you
私は旅に出まーす。住宅ローンの返済がどうか企業銀行の皆様、これを見ていたらおじいをおじいをください。おじい現実が辛い。目を背けた。やめて、やだ。死にたい。というわけでですね、全く取れ高もなく、そして彼女の無双も、もう全くダメな状態で2人揃って、まあ、ゴミクズ確定というわけでですね、ヒムロックは基本的に1日の予算というのを決めて、遊戯しています。まあ、それがやっぱり長く続くコツだと思ってます。若い頃はね、4号機時代の時はもうね、10万負けとかもありましたけども、やっぱそういうことするとね、もうさすがに40なんで、さすがにそれはもうできません。まあ、その上で彼女の分も入れると、2人で約7万円マイナスと、 まさかこういう1日になるとは思っておりませんでしたが、まあ、これも容赦ない現実ということで仕方ないと思います。まあ自ら選んだ道ですからためらいはありません。まあ、そんなわけで恒例のクオペープレゼント罰ゲームいきたいと思います。というわけで、はい、今回も1000円ということで、まあまあラッキーなのかね、わからないですけどね、こっちの立場になれば、まあコンビニでも使えますし、昼飯代なりコーヒー代なりになりますから、ぜひどんどんご応募ください。当たりはラッキーです。
というわけで、もうこれ以上面白いことも言えそうにないので終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。